はいどうも、キスケです。今回ですね、闘技場でテリー使ってちょっと回ってみようかなと思うんですけど、まあいい感じにピックしたっていうか、まあ新カードがね、新カードを基本的にピックしていこうっていう、まあ、趣旨でやってたんで、まあ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 結構いい感じかな。どうですか？でこれレオコーン引きましたよ。マジかって感じでしょ。で、地獄のサーベルも2本取れて、まあ、竜王。で、ゾンビ系はヘルゴースト、ボーンファイター、ワイトキング、これね、これ。すごい噂になってる言霊使い、かな？あとこれか。ドロル。はい。まあ、この辺のゾンビをね、使って、まあ、戦っていこうかなっていう感じです。はい。まぁ、ちょっと除去少ないかなと思うんですけど、まぁ、序盤の剣はね、山賊サーベル、鋼の剣2枚あるし、まぁ、武器サーチしてくれる剣人の領域もあるんで、まぁ、これでちょっと頑張っていこうかなと思います。はい。それでは対戦の方、行きましょう。さあ、対戦やっていきましょうか。ミニアですね。ミニアも怖いな。まぁ、竜王返して、凌駕する力も返すか。はい。これで。あ、悪くない。序盤の動きは完璧ですね。さあドラゴンミネア、果たしてどれだけの強さがあるんでしょうかね。危ない危ない。諦めろ、遅そうになった。まだ諦めるには早いでしょう。凌駕する力返ってきたな。おい、デッキの一番上にポンって置いといたんかな。不正やな、それ。不正。さあ、メイジドラキー。メイジドラキーか。まあ、メタッピー置いてターンしようかな。さすがにメイジドラキーにテンションスキルは打ちたくないな。さあ、どないですか。ヘルコーン使えばボーンファイターもね、速攻ついて殴りにかかるって考えると、まあ、強そうやけど、やっぱり8コスっていうのがちょっと重いんかな。うわー、ルンバルンバ、うおー、ギューン、こはは。殴んないの、なんで殴らへんの。ハヤブサギリー、まあ山賊サーベル、人食いサーベルで、テンションスキルでこう取るか。はい。で処理してと、でターン終了かな。はい。ルンバルンバでかでか。ルンバルンバでか、かわいいな。てか強いよな、普通にこいつルンバルンバ324の仁王立ちって考えると強い。さあ、未来は私の手の中に。特技カード何でしょうかね。つむじ風死ぬほど蓄えとったらちょっと困るけど、フェアリードラゴン。うおー、こいつドラゴンか。いやー、なるほど。はいはいはい。ただこれ凌駕する力がいい感じに刺さっていくんですか。はい、はい、あ、中二病攻撃、おら出してフェイス、フェイスと、まあ殴っていいでしょう。はい、ターンしろ、プーピー。でまあこいつの前にね、スライムナイト出しとけば強化されるんでね。さあ5ターン目、早5ターン目なんでしょう。デス・マーキュリー、なるほど。見せてやるぜ、見してやるか。ガスト、いいね。ガスト、ガスト使いたいな。ガスト使うか。いや、ボーンファイターの方が強いかこれ。ガスト、いや、どうやろうな。まあ盤面で取れるから
いや、ガスト行くか。まあ、ボンファイトの方が強そうだけど。とりあえず。はい。キューン。で、テンションアップで攻撃受けへんようにして、メタッピーで処理しようか。で、これ処理。で、フェイスと。んで、ターン終了でいいかな。はい。くしゃ。キューン。ボーンファイター47やで、ゴースト。ガスト強。スタッツがいいよね。24、324。ルンバルンバと一緒ですね。さあ、残りライフは15。プークスクスが強いぞ。バブルスライム。そして影の騎士強い。お、特技入ってないんか。いや、手札にあんのかな。どっちやろ。回復していく。俺のターン。おお、地獄のサーベル来たけど、ゾンビが死んでないっていう、なんていうことでしょう。ほい47。テンションアップ。こいつ毒やんな。まあいっか、毒食らうか。ターン終了。お、いいんじゃない？これ、地獄のサーベル装備できそう。プークスクスが死にそうですね。さあ、どうかな？ボーンファイターがやられれば、地獄のサーベルが6コストになるわけですよね。さあ、残りライフは11。盤面には影の騎士。こっちの盤面強いよ、結構。荒くれチャッピー。ユニット1体に2ダメージ。おお、結構強いな。あそこでよかったんや。へえ、ぐしゃ。なるほど。そしてハヤブサ切りで取りたいな。地獄のサーベルちょっと後回しにするか。おお、何ゲットした？みたい。見たいな。これデッキ外からも持ってくるもんな。強いよな。賢人。4の4、8。まあ、これでフェイス削れば、あとはリーサル見えそうかな。いや、別にそんな急がんでもいいような気がするな。先にちょっと賢人で、ほい。シャキーン。鋼の剣。スライムナイト。鋼。ハヤブサ切り。おらー。おらー。ターン終了。どうかな？悪くないんじゃない？悪くないんちゃう？地獄のサーベルちょっと装備したい。けど、まあ、勝ちか、これ。さあ。ピクピクしてんのあれですね。特技カードで持ってきたドラゴンカードですね。さあ、何を持ってきた？見してみなさい。新マップでやりたい、新マップで。新ステージで。ペンペン竜。強い。ペンペン竜ね。けど、テンションスキルで抜けるぞ。さあ、そこで回復積んでもきついよね。お！おお！あ、強え！強え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 。すげえ、今の。ハンターのあれやん。ドラゴンナイトみたいな感じやん。キルアのおじいちゃんが使ってた。すげえ。ドラゴンランスか。ドラゴンランスやん。クロロと戦った時に使ってるね。おお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 お
ディーサルではないと。ディーサルちゃうやんね。うおー、レオコン来たか。使うか。まあ、リーサルはない。ないね。うん、レオコーン。おら。うわ、かっこよすぎん。かっけえ、かっけえ、かっけえ、かっけえ。おら。すげえ。めっちゃかっけえやん。はい。おら。あと1点。ターン終了。レオコーン強い。かっけえ、レオコーン。すげえ。見てこれ。やばくね？すごい、馬もスリムでめっちゃかっこいいねんけど。え？うおえ、けどこれエッチな本使えへんやろ。1コストやろ、だって。ゼロコストじゃ無理よ。ギューン、これ前列に出すべきでしょ。前列やったら仁王立ちついとったのに。え、ミスでしょ。うわー、惜しいことしたね。前列やったら仁王立ちやったのに。 OK。 じゃあちょっとこれ装備して。うわ、かっけ。対戦ありがとうございました。もういいじゃないですか。これが運命だというの。私を勝利。よし、やっていきましょうか。お相手ミニアですね。ミニアのレベルが50やったから、まあ、これは結構強そうですね。これちょっとレオコーンキープしてみる。じゃあ使いたいから。うん。まあさっきも使ったんやけど、まあいいでしょう。いや、これ出すべきだかな、言霊。いや、ぶっ壊れ言霊ですよ。ぶっ壊れ言霊。ほら、うわ、結構渋い色してんな。みんな見ました？全然鮮やかな緑じゃない。ちょっと硬そうな緑。おー、素晴らしい。質がいいですよね。モーモンとは一体何だったんだっていう感じなんですけど、はい。見してやるぜ。見してやるぜ。あー、後列に置いた方が良かったな。後列に置いたらよかった。まあ、さよならか。うん、さよなら。まあ、4点削れたからね、こいつだけで。そう考えるといいんじゃない？アイアンクックでこれ1点に減らされるもんね。うん、バシ。すげえ。いや、これはぶっ壊れやろマジで。うわ、ルンバルンバか。ルンバルンバ強え。ちょっとコスト帯がな、まずいな。武器欲しいね、武器が。うわ、終わっていく、終わっていく。まあこれ山賊ウルフ出してエンドかな。はい、こっちの方がさすがにいいですよね。さあ、いやー、闘技場のマッチングが早うてええですね。ええです、ええです。すごい早い。うん、ルンバルンバ強えな。パワフルバッチぶっ壊れじゃないこれマジで。さすがに。コアコアの壊れじゃない？うん。まあ、さまよう鎧出して、これで処理して、パンチするか。はい、ターン終了。バルンバルンバが強え。ほら。いいね。いいとこ。今日ドラゴンランスもあるんだよな。さっきの試合やられたけど、めっちゃかっこよかったし、マジでドラゴンランスやったし。遅れを取るなよ。お、ウォールを張っていく感じか。まあそらそうか、テンションすぎる売ってないもんな。火星を頼む。おお、強え。33。
エッチな本もデッキに入ってるもんな。いやこれグシャジャガメとかマジでさ、なんか闘技場ではありえない動きやめてな。うえつえあばよ山賊あばよ。俺のターン、オッケー。鋼の剣はでかい。鋼の剣、準備を整えて凌駕して、ほらで、テンションスキルでクイーンスライムを取ってと。うん、ほい、パンチパンチ、エンド。いや悪くない、盤面取れてんのはでかい。まあ闘技場やったら凌駕する力も結構強いな。これはもしかするとレオコンヘルゴーストっていうなんか鬼のムーブができそうですね。お、なんだそれ。お、回復強くね。強侍やねんけど、さすがに。うん、ブレイク打つか。どうしようかな、どう立ち回っていくか。普通に地獄のサーベル装備してフェイス詰めて、次ヘルレオコーンでも良さそうですかね。いやギガブレイクで処理して、うん、テンション貯めて、うわズームしないでプレミに繋がるからやめていただきたい。おら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 、これもパンチで、はい、ほら。さあどうする、レオコーンで4点走らして、ヘルゴーストで6点詰めていくと。怖っ怖すぎ。つむじ風、はい、死なないでいく。78レオコーンでとどめか。いいじゃないですか、いいじゃないですか、レオコーン。おら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 、よし。いやかっけえかっけえ、レオコーン、やべえ、すげえかっけえ。対戦ありがとうございました。私の予言が間違っていたというの。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですねレオコーン使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあガストもねいい感じに強いし、うん、やっぱりねこの言霊使いっていうのが、まあ、さっき一回使っただけやけど、さすがに強すぎるね。さすがに強いわ。これおかしいでしょ、書いてることだってこの自分にね2点ダメージっていうのも、テリーからしたら HP15% ん？ 15 以下で、まあ、強くなるユニットとかいるんで、まあ、その辺のシナジーもいいし、相手の HP を削りきることもできるし、なんならこいつだけでね6点ぐらい削れちゃったりしたりするもんね。うん、これはやばい。でレオコーン、まあ、ちょっとやっぱり8コスは重いかな。うん、重いけどまあ強いですよ。うん、弱くはない。はい、これはまあなんかいい感じに組めてよかったのかなと思います。はい、それではねよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。